大宇宙に光ある限り神よは終わらない。現代は今よりまして、より素晴らしい時代に向かっています。作家の山口翔です。日本神話に隠された謎を紐解くために、前回と前々回は竹水方について多く語りました。諏訪周辺はモレヤの神が治めていたことから、芦原中津国ではなかったために、国譲りの対象の地域ではなかった。芦原中津国の国譲り自体は、古事記を読んでも日本書紀を読んでも大国主と琴城主で完結している点が大切な視点です。国譲りは大国主と琴城主の取り決めで完結しているのに、なぜ古事記に竹水方を登場させたのか不思議でしたが、理屈は整います。詳しくは第5回第6回の動画をご覧ください。それと前回の最後に、本シリーズで語るための神々は全て登場していますと言いながら、まだ女神がいる的なエンディングにしています。このあたりが日本の神々を語る上で難しくなるところです。日本神話の神を調べていくと、また名が多いことで頭を悩ませることがあるはずです。神明には称号を用いることが多いため、称号が変わればおのずと神明が増えます。人柱の神様に対して多くの名前があることは知っておいてください。私自身も今回のシリーズで琴城主のことを多く語りましたが、七福神の恵比寿と同一神とされたりします。恵比寿だけではなく、大国主は大黒様と言われたりします。琴城主と大国主が七福神として語られることに不思議さを感じる方も大勢いると思います。ということで、恵比寿さんのことはたくさん語りましたので、今日は弁天さんのことを語ります。外来の神様だそうですが、本シリーズの結論を語るために弁天さんの話は絶対に外せません。弁財天を語らないと本シリーズの結論にたどり着かないことになっています。七福神の弁財天です。弁財天はもともとはヒンドゥー教の女神サラスバティに由来します。仏教に取り入れられた神様ですが、神仏習合の影響もあって神道にも取り込まれ、さまざまな日本的変容を遂げた神様です。日本では七福神の中の唯一の女神として信仰されています。知恵、学問、音楽、芸術を司る神様です。琵琶を持った姿で描かれることが多いです。滋賀県の竹生島、広島県の厳島、神奈川県の江ノ島が日本三大弁天として有名です。奈良県吉野郡天川村の天川大弁財天もかなり有名です。前回の動画で日本で最も数の多い神社は八幡系だと話しましたが、拙者山下には弁天と稲荷系の数がかなり多いことに気づくはずです。親しみのある恵比寿さんとか弁天さん、大黒さん、そしてお稲荷さんとかは全国的に信仰されているはずです。ここで一つのエピソードを紹介します。今回のシリーズは竹水方を紐解くことで意外な結論に
直結することをお伝えしている通りですから、自分自身が諏訪で体験したエピソードです。私が初めて諏訪に行ったのは今から2年半くらい前になります。最初の頃は毎月のように諏訪に通った感じがあります。下諏訪に唯一の知人がいたので諏訪大社下社をご案内していただきました。まず春宮を参拝、境内の一つ一つを丁寧にガイドしていただきました。この時に諏訪大社の奥の院があると聞いたのですが、地元の方でも奥の院だと知らない方がいるそうです。もともと大切な祭祀を行っていた場所だそうですが、知人も地元にいながら最近まで知らなかったと言っていましたので、情報の精度は別です。その場所を見た瞬間に弁天造りやと言いました。そうすると見ただけでわかるのですか、さすがですねとお褒めいただいたのですが、弁天をお祭りする特徴はわかりやすいです。ご案内いただいた場所は下社春宮の浮島社です。知人はここが本当の祭祀場だった、男性は禁止、女性のみの祭祀などと説明していました。この時に諏訪に祀られていた弁天様は現在江ノ島で祀られていると聞いたのです。内心本当かなと疑いもありました。江ノ島の弁天様は日本三大弁天と言われるほど有名です。ご案内いただいた祭祀場には祠があったので、現在は何を祀っていますかと尋ねると、セオリツ姫と知人は答えました。弁天はセオリツ姫を同一神とする説もあることから、なんだ変わっていないのかと心の中で思いましたが、この点が難しいところです。冒頭に語った通り、神明にはまた名があり、誰もが難しく感じるところです。ただ私にとっては何かに導かれるように紐解かれていく過程に過ぎないですから、瞬間を楽しむだけです。この時の知人の案内があったからこそ最終的に整理が可能となるので感謝しかないです。ちなみに知人にご案内いただいた奥の院の祠には現在原江戸大神が祀られています。セオリツ姫、早秋津姫、伊吹戸主、早さつら姫、四柱の神を指して原江戸大神ということもあるので、セオリツ姫を祀っているという解説は決して間違いではないです。当時祠だけでしたが、今は看板が設置されていて原江戸大神を祀っていることが記されています。唯一の知人の案内は諏訪に初めて行った時のことですが、あれから2年以上も諏訪に通いましたから、それなりに知人も増えました。ありがたいことに諏訪大社に詳しい地元の方を紹介していただいたことから、江ノ島に祀られている弁天はもともと諏訪に祀っていたのか、弁天を祀っていたことは本当かなど質問したところ、江ノ島に祀られている弁天は諏訪に祀っていた弁天だそうです。諏訪湖で弁天像を祀っていたのですが、諏訪周辺のものが粗末に扱っていたため、鎌倉時代に鎌倉将軍筋のものが江ノ島に持ち帰ってお祭りしたという内容でした。実際にお祭りしていた仏像は2体あったそうです。
鎌倉に持ち帰ったのはそのうちの一体です。この話を聞いた時の自分自身の本音をお伝えしたいのですが、誤解を生じやすいので私自身の本音の前提として仏像自体をないがしろにする気持ちはないことをお伝えしておきます。その上で本音を言いますが、この話を聞いた時に仏像が移動しただけかと思っていました。裏腹にあるのは諏訪の土地柄です。この点が最も大切です。前回の動画で諏訪湖周辺は中央構造線、糸魚川静岡構造線の交差する地域だと語りましたが、この点が最大のポイントです。人間が変えようがない大自然の力そのものが肝心なので、仏像が移動しただけかと思ったわけで、誰かの宗教心や信仰心に難癖をつける気は全くないです。信仰は誰もが自由で良いと思います。話を元に戻しますが、仏像が諏訪から移動したのですが、今や江ノ島は日本三大弁天と言われるほどです。一方諏訪周辺では諏訪湖に弁天が祀られていたこと自体に関心が低いように見えます。龍神信仰は根強いですから、諏訪周辺の龍神信仰については本シリーズの第2回の龍国日本で語った通りです。ちなみに諏訪湖を源流とする天竜川ですが、龍神信仰を由来として天竜川と名付けられたとする説があります。これらの経緯には大変興味深いものがあります。当初下社春宮の浮島社に弁天が祀られていたと知人から聞いていたので、浮島社から江ノ島に移動したと思い込んでいたのですが、諏訪大社上社本宮に関係が深い方に聞けば、もともと諏訪湖に島があって、その島が弁天島と言われていたそうです。諏訪湖内の弁天島でお祭りしていたということです。この点については諏訪に関する各種文献で確認済みですので間違いないです。弁天島は水害との関係で掘削されて人工的に消滅したようです。個人的には非常に残念だと感じますが、治水上生活の安全のことですから仕方ないことです。何が言いたいのかを集約すれば、諏訪湖に弁天が祀られていたの一言につきます。弁天を祀っていたことが本シリーズをまとめていく上で重要な事柄になります。弁天の刀に関して大切なことがあります。例えばウィキペディアなどで弁財天を調べると、ヒンドゥー教の女神であるサラスバティが仏教に取り込まれた呼び名である、神仏習合によって神道にも取り込まれ様々な日本的変容を遂げたと記載されています。日本神話に登場する宗像三女神の一柱である一木島姫と同一視されることが多い。生島、生の島ラインから解説している都合上、五福島姫の神名を一木島と呼んでいますが、正確には五福島と読みます。このことは最後の結論で重要になりますので最終回で解説いたします。一福神の一員として宝船に乗り縁起物にもなっていると記載されています。また同じくウィキペディアで日本三大弁天を調べると、その概要欄に
神仏集合によって神道にも取り込まれたが、神道での本来の姿は一木島姫であると明記されています。結局のところ弁天と言いながらお祭りしている神様は宗像三女神の一木島姫ということです。実際三大弁天と称されている神社の御祭神を確認するとよくわかります。ホームページで確認することも可能です。江ノ島神社公式ホームページに御祭神は天照大神がスサノオの御事と受け入れされた時に生まれた神で三姉妹の女神様です。奥津宮の田切姫の御事、中津宮の一木島姫の御事、辺津宮の田悦姫の御事、この三女神を江ノ島大神と称しています。古くは江ノ島明神と呼ばれていましたが、仏教との集合によって弁財天女とされ、江ノ島弁財天として信仰されるに至り、海の神、水の神の他に幸福、財宝を招き、芸道上達の功徳を持つ神として今日まで仰がれています。福岡の宗像大社や広島の厳島神社と御同神と明記されています。滋賀県の琵琶湖にある竹生島神社のホームページには御祭神は一木島姫と明記されています。厳島神社の公式ホームページにおいても宗像三女神であることが明記されています。各神社ホームページへのリンクを概要欄に貼り付けておきますので、公式ホームページでご確認ください。私自身の地元は兵庫県の播磨ですが、播磨一宮は岩神社です。岩神社に行くと弁天さんはこちら的な看板が本殿横にあります。岩神社の末社ですが、参拝に行くと一木島姫神社とはっきり書かれています。でも地元の方は誰もが弁天さんだと思っています。兵庫県姫路市で弁天をお祭りしている結構有名な神社で須浜神社があると聞いて参拝に行きましたが、須浜神社も一木島姫が御祭神でした。皆さんの近隣にも弁天をお祭りしている神社は必ずあると思います。拙者や末社を含めて意識していただければ数多くあります。お近くの弁天様をお参りに行くとわかると思いますが、ほぼ一木島姫が御祭神のはずです。私は下諏訪の知人に春宮の浮島社を案内していただいた時に弁天作りと言ったことは先に述べた通りです。最大の特徴は水に関わる祭り方です。ほとんどの場合池の中の島に祀られています。真の御祭神は一木島姫です。色合い的には赤色が多いです。信号機の赤ではなくて朱色の赤です。赤色の場合は稲荷系または弁天系、一木島姫というふうに思って間違いないです。先ほど紹介した通り、江ノ島神社の御祭神は宗像三女神です。諏訪湖でお祭りしていた弁天とは宗像三女神だということです。滋賀県の竹生島神社の御祭神の中に竜神がありますが、一木島姫は竜神そのものです。ちなみに清立姫も竜神と言われます。諏訪は太古から竜神信仰です。天竜川の河口にあったのが一木島姫、
竜神をお祭りしていた弁天島です。形を変えて信仰が残っているものと言えます。ここまで語れば第1回から今回までの内容が相当リンクするはずです。今回はここまでとしますが、次回が本シリーズのラストになります。本日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。次回の意外な結論までお付き合いいただければ幸いです。